すぐですが、着替えてレストランに行っていきたいと思います。もうちょ、よし。ちょいちょい、ウータクミツだ、ウータクミツ、ダナスダナス、ウータクミツ、ちょう、アイムグルバリダビアのダナス、ダビダビダビイブラ青い、いただきます。失敗したんだ。目が覚めましたので、ハンバーガーを食べたいと思います。中身はこんな感じ、トマトとチーズと、あと何だっけ、ハンバーグが入ってます。いただきます。ずっと家の中にいるとこうクーッと目がずっと近いところしか見えなくて、目がこう寄っちゃって遠く見えなくなっちゃうんで、勝手に僕が言っただけですけど、なんか気持ち的に遠く見たいなと思った時にたまに外出て、あの向こうの山とか見たりします。そして家を出る前に大きいのを済まして体を軽くします。1日に回数がマジめちゃくちゃ多いんですよ。俺4、5回行くから、チームのロッカールームのトイレ、トイレットペーパーたまになかったりするんで、もう家で出し切って全開まで体を軽くしていきたいと思います。パンテーン、チョコ、水持っていきます。シャイ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 、行きます、せい行きます、せい行きます、せい買っていきたいと思います。チャオジェスエチスラットの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 、どうも皆さん、こんにちは。次の日の朝でございます。今ちょっと僕のテンションで分かってしまったかもしれないんですけど、試合は2-0で勝ちました。
今流れから言うと前半にこちらがジョンソンからのコーナーキックをアンドレがヘディングでパッとサッとニアで反らしてファーサイドのサイドネットに決め、そして後半ちょっともう最後の方になってくるとめっちゃ学びするんですよ。めっちゃ学びしたところで高い位置でボール取ってショートカウンターでもうこっち3人と相手のディフェンダー1人みたいな、なんか信じられないような状況が起こり、それをちゃんとこちらのレッキーがキーパーとの1対1も決め、2対0勝ちまして、で一つ問題がありまして、もう本当にもう2対0になってラスト5分ぐらいの時に、俺らの中ではベテランのボランチの選手が、まあ中心的な選手がいるんですけど、そいつがもうなぜか相手の膝に思いっきりスライディング入れて一発出てくらって退場したんですよ。でも監督もブチ切れて、お前の選手もめっちゃブチ切れて、なんか地面にボーなんかめなんか吠えてたんですけど、その選手のちょっと判断ミスのせいで彼は次の試合出場停止になってしまいました。でそこだけはちょっと気がかりなんですけれども、とりあえず昨日の試合には勝ち、そして今のところ骨格圏内から抜け出しました。7歳はやばいね。で、まあでも1個下のチームと勝ち点が1しか変わんないんで、まあとりあえず最後の試合も勝ってしっかり残留を決めたいと思います。それではまた昨日の夜に戻ってください。今チームメイトの車でカフェに向かってます。勝ちました。テラスで肌汚っ。いただきます。ビール一杯だけ飲んでチームメイトの車で送ってもらいました。肌マジ汚い。明日もでも朝10時から練習があるということで、まあ、多分軽めだけど、まあみんなパーティーみたいなことやってたけど、まだ全然決まったわけじゃないんで、まあ次のラスト1試合に向けて準備したいと思います。ストレッチの時間です。ストレッチは大体まあ携帯で動画見たりしながら20分ぐらいですかね。お尻を重点的にやってます。じゃあちょっとストレッチさせてください。よいしょ、うん、また寝るなき